琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。今夜も始まりました、かんこどりの泣く夜。役者の神崎秀俊と作家の小原武史とミラクルシティ講座の監督の平和弘です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで今日はですね、平和弘トラウマ裁判ということで監督と言いながら数々の悪行を犯してきた和弘さんをちょっと二人でちょっとね、いやもう、侵害ですよ。侵害ですか？侵害ですよ。なんで僕が弾劾されないといけないんだろうって。まあでも聞いてみます。僕らで言わせて、僕らは最初、事故っていう作品からね、この間、昨日も話しましたけど。すいません。まあ、何回か話させてもらいましたけど、まずお盆の海に沈められた事件ね。夜中呼び出されて、あれ、池江島ですかね。池江島ですね。うるま市の池江島です。第一作が池江島なんで、もう夜中から池江島までまず行かないといけない。あそこはね、神様の島ですからね。で、ホラーもやり始めかな。だからすごい血のりとかを段取りの時間がめっちゃ長くてですね。あれ予算がですね、3000円ぐらいの映画だったんですよね。すごいな。そうなんですよ。神崎さんも、自腹で現地に来ていただき、ご飯も出ない。なるほど。クソみたいな現場で、もうブラック企業ですよね、映画界って。はい。道のり待ち3時間とかね。普通にこのセッティングで結構待たされてて。でも、本当に自主映画で、カメラも僕が回したんですよ。カメラも僕が回し、みんなで、とにかく撮ろう、みたいな感じのって、で、神崎さんの役柄がですね、本当に異常者の役で、人を事故らせて、瀕死にさせて、死ぬ間際にすがってくる思いを見て興奮するっていう変態の役だったんですよ。それ、なんか、それを作ったのが平くんでしょ？要するに、クリエイター。さようでございます。はい、そういうことは、なんか自分の中にあるんですかね。いや、もうなんか単純に神崎さんって優しそうだし、雰囲気もいいから、この人が事故った時に助けてくれるかと思ったら全然助けないかったら怖いだろうなって思いついて。なるほど。はい。もうその影響でしばらくみんな近づいてこないです、僕に。ああ、ハマり役になってしまったわけですね。そうですね。優しくてそういうことするから、普段会った時に、いや、僕あんなんじゃないですよって笑えば笑うほど人が離れていく。なるほどね。それは営業妨害じゃないですか。いや、どうなんですか。でも事故は素敵な作品に仕上がったんで、はい。ただ、お盆の日に海に沈めたのは本当に謝りたいなと思います。ね、すいません、お尻が上がってますとか言われるんですよ。それはお尻上がるでしょ。もっと沈んで、岩を握ってもらいましたからね、そこにある。それって寒いでしょ？寒かったね。うん、寒かったです。冷えましたね。ひたすら沈めっていうのが。だから僕思いました。海水は浮くって。そう、浮くんですよ。はい。塩が入ってるからね。はい、浮きましたね。神崎さんもプカプカ浮くし。なるほど、ね。亡霊役も何人も沈んでもらったんですけど。はい。みんな浮いてきましたね。はい。私、ほんであれ、ゆうきちゃんが、そう、なんか血がついたものが帰ったって話だ。大城ゆうきちゃん。実行の時のヒロイン役ですね。ホラークイーンだったんですけど、血まみれのまま。で、僕らやっぱり当時、全く制作環境も整ってなかったんで、シャワーなんてないんですよ。解散っていう。そのまま帰った。びちゃびちゃのままで。ええー。ゆきちゃんもお家にそのまま帰ればいいのに、途中でお腹空いてマックのドライブスルーに行ったらしいんですよね。でも、通報されいっぱい刺された跡とかあるし、血まみれだし、髪もボサボサだしで、通報されなかったらしいんですけど、もうすごい顔してたって言ってましたね。そうでしょ。店員がマックの、百戦錬磨のマックの店員でもやっぱり、大変だったとは思いますよ。はい。本当にお化けが来たと思う。思ったかもしれない。お化けっていうかもうなんかこの、凄まじい事件からの生還者みたいな、ね、感じですね。まあこんな感じちょっと、平和弘さんを糾弾していきたいと思いますね。はい。今夜の相手は神崎秀俊と、小原武史と、ミラクルシティ講座の監督、平和弘でした。そうですね。あれからよくここまで来たっすね。うん。血のりは。3000円から3000万になりました。何年前ですかね。8年前。2014年ですね。2014、そんな前じゃないか。7年前ぐらい。ぐらいですね。トラウマナイトの歴史をね。そうですね。裁判ってことは、小原さんもなんかあるんですか？僕はありますけど、本放送で言いたいなって。なるほど。そっかそっか。これは YouTube 用の。YouTube 用なんで。じゃあ、YouTube 裁判ですね。YouTube 裁判。まあでも YouTube の時には、なんていうか、ミラクルシティのね、裏側とか喋ってもらえれば。そうですね。神崎さん逆にミラクルシティ講座の思い出って何かありましたか？ミラクル
シティはね、どっちかって言うと、控え室楽しかったです。ジジイだけが。ジジイが。小池さんとか、阿川さんとか、津波慎一さん、新田さんと、もうひたすらね、なんか、まあやっぱ健康の話になるけど、肩がどうじゃこうじゃですけど、控え室楽しかったね。楽しみ。音楽に携わってるのも、神崎さんも小池さんもいるけど、そうそうそう、年齢層も近かったですか？大体近いじゃない。新田さんが40代でしたっけ、新田さん。新ちゃんその若いんだ。若いのかな？浜田さんと俺が一緒ちゃおうかな。小池さん60です。まあまあ大体年代よりとか。ミラクルシティコードってやっぱ、50年間バンド現役のおじいたちの話なんで。楽しそうでしたね、現場は。沖縄のレジェンドバンド、紫さんが出てるっていうね。そうです。紫がもう全面協力してくれて、紫のベースのクリスさんが、劇版って言って映画の音楽、BGM も全部作ってくれてるんですよ。はいはいはい、素晴らしいですね。すごい、すごいことです。で、主題歌を、同じ地元のオレンジレンジさんが作ってくれて、はい、それもすごい聴いてほしいですね。スタッフ、音響さんとかも音楽好きっていうか、うん、バンドやってる人が多くて、すごいやっぱそのロックのテーマに結構燃えてましたね、スタッフの人らも。だって、ああいうことはね、出てますもんね、シーンね。出てる。そうさんと、鳥越さんと、バンド役で出てるんですね。あ、そうなんだ。これなんか、この映画撮るときに、一番懸念何かって言ったら、僕が音楽詳しくないことだったんですよ。音楽映画撮るときに。なんか野球の、詳しそうだけど。野球の映画撮るのに野球やったことないみたいな感じのノリだったんで、でも急いで一応頑張って音楽の勉強とか、いっぱい聞いたりしたんですけど、うん、全然間に合うわけないんですよ、うん。もう何年も何年も音楽を楽しんで聞いた人たちに比べたら。いや、すげえ不安だったんですけど、今回プロデューサー、まあ、うちの大城を含め、松永さんって方が入ってくれて、松永さんはもうラッパーなんですね。仁義っていう。ラップもしてて、で、仁さんっていうエグゼクティブプロデューサーの方は、もともと音楽雑誌の編集長もやってたりとか、すごいですね。で、音楽プロデューサーで入ってる横澤さん、今回録音部のチーフも、もうずっと音楽やってるし、音楽好きいっぱいいるなと思って、もう僕、話の演出にだけ集中しようと思って、音楽の部分はもうお任せしたんですね。そしたらもうすごいいい感じになりました。なるほど、はい。放棄したから良かったって。いや、お任せしたんす。放棄じゃない。なるほど、ね。お任せした。横澤さんなんか出るってなったら、その前の日からすごいなんか準備してたんですって。そのなんかカメラマンのタートさんとかの打ち合わせを、うん、いや、俺明日出るからちょっと早く帰るわ、って。お前本業音響やろ、みたいな話になって。そうなんだ。この出演の方に。そうです。俺思いましたよ。誰が回すのって。録音技師が出るんだったら誰が回すのって思ったら、アシスタントが回しました。なるほどね。ゆうとくんか。まあ、そのトラウマナイト的には、お化けとか出てこないですか、今回の映画。今回のお化けはですね、めっちゃ出るんですよ。出る。もう、しっかり出ます。はい。お化けの話なんですよ、これ。あ、実は。略していこうとして、実はね。はい。主人公の翔太ってやつがいて、2022年を生きる若者なんですけど、そいつのおじいちゃんが、いわゆる神崎さんたちとバンドを組んでいたであろう、この、いわゆるインパクトっていう紫をモチーフにしたバンドの、ボーカルなんですよね。はい。そのおじいちゃんなんですけど、おじいちゃんが現代で死んじゃって、幽霊になって出てきて、で、翔太の体を乗っ取るっていうところからストーリーが始まるんで、もう幽霊の話です。あ、じゃあ、これもホラーなんですね。はい、もうほぼトラウマナイトのスピンオフみたいな。そうなんですか。はい。血のりがいっぱい出るって。血のりはですね、血のり一応出るんですよ、めちゃくちゃ。やっぱり出る。後半出ちゃうんですよ。やっぱりタイラー、はい、メイドインタイラーだから。出ないと思ってたら出るんですよ。なるほど。僕今回、一番不安だったのが、エイリンってある。僕初めて申請したんですよ。あ、よく PG とか書いてない、ね、そうですね。エイリンに審査を出さないと、劇場の、エイリン通ってる劇場では流せないってなって、エイリン通すときに、これ、G 指定って言って全年齢が見れるっていうやつにしたくて、撮ってるんですけど、はい、コメディ映画なんで。でももしかしたらこの血のりのシーンがあるから、PG12 か R 入るかもよ、みたいな。やっばいと思って。で、もう、そのまま出したら、G 指定で撮りました。はい、大丈夫でした。あれ、なんか、結構厳しいらしいね。国によってもね、いろいろね。いや、厳しいらしいですね。前になんか、ピーター・ジャクソンって監督が、はいはいはい。あれ、なんて言うの？ロード・オブ・ザ・リングのピーター・ジャクソン。そうそうそう。はい、マイケル・ジェイ・フォックス主演で、はい。さまよう魂たちっていうホラー映画撮ったんですけど、その時になんかね、悪役がショットガンで扉を撃つと。はい。で、実は、ショットガンで扉を撃つと、PG-13 以下になってしまうっていう。つまり13歳見れない R 指定になる。成人指定になる。で、それでピーター・ジャクソンはすごい怒ってたみたいですけど。それは怒りますよ。だから国によって違うんですよね。それ表現の方がね。なるほど、なるほど。
確かに。僕らね、日本人ショットガンとかあんまりわかんないから、うん、そういう扉打ってもね、そんな。アメリカ銃の表現めっちゃ厳しいらしいですね。おそらく、ね。ポスターもなんか二丁拳銃持ってるのとかも差し替えられて、銃消されてグーになったりとかしてる。あポスターとかもいっぱいあって。西部劇とかアウトじゃないですか。あれはいいのか、ね、西部劇とか。いや最近ですよ、最近中のすっごい規制が激しいみたいな。セーブケースとか絶対ダメですよ。絶対ダメ。大門軍団。ダメでしょうね。R18 じゃないですか。昔はなんか ET で、それをなんかブルーレイかなんかで刷新するときに、うん、ET とその少年がこう飛ぶんですよ、自転車に乗ってね。はい、で、そこで FBI かなんかが銃を構えてるシーンがあったんですけど、うん、それがなんか、トランシーバーになってて。ああ、子供に銃向けてるからかな。そう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 。なるほど。なんか変えたみたいなね。いやー、やばいですね。まあ、表現の自由はあるんですけども、まあ、いろいろ法律でね。まあ、そういうモラル的な面が。なるほどね。取り出されるんで、しょうがないのかなとは思いますけどね。あ、まあ、日本の感じはまだまだ緩い。じゃないですか、ね、多分、世界で一番緩いイベントだったと思いますよ、トラウマナイト。トラウマナイト。トラウマナイトの方は、はい。テレビの方もだいぶ無茶させていただいて。はい。テレビは映倫ってないんですよね。映倫ないんで、OTV の編成の人が、すっげえ眠いタイミングとかで見てほしいなと思いますけどね。一応そういう、なんか映倫に変わるような部署があって、一応見るわけですよね、テレビもね。ドラマとかも。多分あるんですよ、おのおの。なんかそういう。各テレビ局でね。はい。まあでも、いわゆるその、お上的なのは多分 BPO なんじゃないですかね。あ、はいはい。はい。放送倫理委員会みたいな。わかんないですけど。あれはですね、放送した後に文句を言うという。そうですね。文句ですね。意見を言ってくださる機会、ね。でも僕、一番もトラウマナイトじゃないですけど、沖縄の怖い話の屋敷神っていう作品が、これテレビで流していいのかなっていうレベルの、結構バイオレンス描写だったんで、でもあんなの流してるからトラウマナイトもいいだろうと思って、結構、攻めたことありますね。この間、島草らし、の時が、結構攻めた血のり描写やったんですけど、いけました。なるほどね。あ、血ダメって言ってたよね。血ダメって言ってたんですけど、出したんですよ。うん、こういうやつなんですよね。ダメって。血かなみたいな。フルーツの汁かもしれない。いや、そんなことはない。そうですね。まあまあ、いろいろ。はい。怒られる。これ、俺が怒られるんじゃないですか。後で本当の裁判が待ってるんじゃないですか。大丈夫ですか？まあ、叩けば出てくる、かずひろさんで。そうですね。怒りだらけなんですよ、僕。本当に、やばい。本当に、いろんなとこに足向けて寝れないから、正座して寝ましょうね。今夜のお相手は神崎仁と、小原武史と、ミラクルシティコーザの監督の平和弘でした。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。